して首相官邸の人たちどうか聞いてください。社民党の福島みずほです。大津原発は絶対に再稼働してはなりません。安全性の担保は何もされていません。耐震指針の見直しをやってないじゃないですか。防衛省原子力安全委員会が安全だと言って誰が信用するでしょうか。根本的な見直しをするべきです。私は大井原発の視察に行きました。ベストはないんです。ベストはないんです。これからフィルター付きベストを作るというのが関西電力が言っていることです。これから3年ぐらいかけてフィルターを格納容器の中に入れてフィルター付きベントを作る。そして国定公園の中にある大井原発、迷信事務棟もありません。これからボーリング調査をして建てると言っていました。津波対策で防潮堤のかさ上げをする。それもこれからやるということです。これからやるということでどうして安全性の担保ができるんでしょうか。原発を動かして3年5年の間に万が一事故が起きたら一体どうするんでしょうか。野田総理は責任を持って責任を取ると言っています。でも原発事故に対して責任は誰も取れません。原発賛成の人も反対の人も全ての人の上に全ての生き物の上に放射性物質が降り注ぐ。これが原発事故です。政治は責任なんか取れないんです。原子力の専門家たちが危険だという猪野さんが後藤さんがストレステストのヒアリングの調査会で異議を申し出る中でまとめたのが怖いんじゃないですか。専門家たちが安全ではないと言っている中でなぜ素人の政治家たちが安全だと言って原発を動かせるんでしょうか。電気が足りないから原発を動かす。それは3月11日前に原発推進派の人たちが国民を騙して言ってきたことです。電気が足りないから原発を動かす。でも3月11日事故の事故が起きて私たち多くの人は気づきました。そんな嘘には騙されません。原発を動かしてはなりません。原発再稼働、どんなことがあってもどんなことがあってもどんなことがあっても阻止していく。そのことを多くのみんなの力で実現をしていきましょう。大きく広げていきましょう。社民党福島みずほ、全力で阻止するために頑張ります。一緒に頑張りましょう。すいません、通路が。